ペバチャンネル。はい、今日も始まりました。はい、だってばチャンネルのパーサーことパーサーです。あ、これマイク大変。はい、そしてヨコと猫サーチでございます。はい、こんな2人でお送りするだってばチャンネル、静岡県は伊豆半島の、沼津市なんですけれども、あの下田の情報をお届けしようという番組でございます。はい、今日ちなみにですね、これ来田下田という道の駅でやってるんですけれどもね、はい、道の駅来田下田では今日はですねリアルマルシェというのが行われておりまして、はい、大勢のお客様をいただいてます。はい、みんな来るのでさあ、ということで、今日はですね、このリアルマルシェについてちょっといろいろ、そうですね、話してみようかと思ったんですけど、はい、あのリアルマルシェについて語る方、ニコさん、ニコさん、はい、全然段取りができてません。はい、はい、ニコさん来ました。はい、じゃあニコさん間に来てね。はい、最初からゲストの場所を取っときます。はい、こちらへどうぞ。はい、ここへ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 、あのなるべく大きい声で喋ってください。マイクはそこですから。はい、はい、これに喋ってもダメなんですけど。はい、ということでリアルマルシェと言ったらこの方、ニコ太郎さんでーす。ニコ太郎でーす。はい、リアルマルシェって何ですか、つまり。ズバリ。ズバリ。ズバリリアルなマルシェです。ああ、その通り。もうリアルなマルシェでございます。何回目ですか。29回目。毎年1年に1回やっても29年目ですよ。全然無視されてくる。毎月やってるから29回目。はい、毎月です。毎月3 年入ってます。毎月第2日曜日やってます。毎月第2日曜日です。だからこの収録も今日これ第2日曜日です。はい、7月の第2日曜日ってもうただただ暑いだけでもう嫌になってます。暑いですね。はい、いい天気ですね。でこれリアルマルシェ、今日ちなみに何店舗出てるんですか。今日は19店舗ですね。19店舗。もう外だけじゃなくて、中にもお店がいっぱい入ってます。ここにもある。どっち向けて、両方向いてやってください。はい、これで今日、下田塩だってばの店が出てれば20店舗だったんですけどね。そうなんですよ。そうなんですよ。今日は、あ、これだってばチャンネルのためにね。そう、今日だってばチャンネルのために。だってさっきから、もう酒飲んでたから。ね、まあいいです。はい。さあ、これリアルマルシェ、下田を活性化しようということなんですけども、はい、どうでしょう、下田の方々は皆さんやっぱり結構盛り上がってきてますかと思います。はい、盛り上がってます。もう雰囲気変わってきましたよ。枝はもう大きく変わりました。そうですね、今大きくは変わってないけど、暑いですよね。枝は今暑い街になってます。その中で一番暑い方が一番暑い方がここに暑い方が猫幸こと塩子さん。そうそう、塩子さん。あ、これね、だってばね。だってば、はい、これ枝塩だってばってなんだかって話は今日はしません。はい、はい、という、このだってばチャンネル、これからいろいろやっていくんですけど、じゃあ、ニコさんの思う下田のいいところ、一つ、下田のいいところ、俺かな。はい、ニコさんです。下田の一番いいところはニコさんでした。はい、ということで、はい、ね、今日なんかね、こさちゃんの出番がほとんどないまんま終わりないまんま終わりです。はい、今回はこさちゃんに喋ってもらって。じゃあ少しだけ喋ってください。じゃあ20秒で、じゃあ下田の好きな場所。あ、私絶対ここです。道の駅くるら下田。はい、いいですよ。こね、テラスでね、ビール飲むのが最高です。この景色見ながら、はい、最高です。ここはい、美味しいものがいっぱいです。はい、ここでさあ、はい、じゃあということで、始まったばっかりですけれども、はい、今日のあのだってばチャンネルは以上ということで、ゲストにニコさんをお迎えしてリアルマルシェについてお届けしました。バイバイ。バイバイ。ケバーケバーか